第一聖日はずっとこの主に仕えるということで、ロマ人の手紙の今年の聖句を一句ずつこう開いてきました。8月から何回になるかはまだ決めてませんが、この聖餐についてこの触れていきたいと思っております。で、今日はその、総論的なことでありますね。当然聖書の言葉から恵みをですね、味わっていきたいと思うんでありますが、私もこの聖餐ということで改めてこの聖餐についての本、また神学書などをですね開いたのでありますが、最近出版されたこの聖餐についてのこの本の中でこういうこと書いてたんですね。現在個々のキリスト者にとって聖餐は全く理解されていないか、ほとんど理解されていない状態ではないか。で、この言葉が出ている本というのはもちろん訳されているんですが、ドイツの神学者が書いた本ですから、ドイツの教会の実態を言っているわけですね。日本だけではなくて、いわゆる欧米のクリスチャンもこの聖餐についての理解と信仰っていうのがですね、やっぱりこう希薄になっていることは否めないのではないかと思うのであります。今日このイエス様が聖餐について語られた箇所、そして必ず聖餐式では後ほどまた読みますけれども、読む箇所から、今日は3つのポイントで、イエス様の言葉を聞きたいと思っております。そもそも私たちはこの聖餐へ招かれているということなんですね。勝手に自分でとか自分の好き嫌いではなくて、私たちは聖餐に招いていただいている。そしてその聖餐に招いていただいているって時に、一番目、この主イエスキリストご自身の招きであります。あえてご自身っていう言葉をつけたんでありますが、イエス様ご自身、誰から招かれているのかっていうことですよね。で、2番目はこの聖餐というのは皆さんも承知していると思いますが、罪の許しと永遠の命への招きであります。で、3番目は永遠の祝宴への招き。聖餐というのは過去から現在で終わるのではなくて、将来に向かってこの聖餐というのはですね、こう進んでいってる。じゃあ将来何があるのかっていうことが、この3番目のことなんですね。で、このことをこのイエス様のお言葉から、学んでみたいと思っております。まず第一に、主イエスキリストご自身の招きであります。聖餐に限らず、どこかで、食べていいよって言われたときに、食べるか食べないかどう決めるのか、食べてる人が誰、勧めた人が誰なのか、でそこが全てだと思うんですね。で、その人を信頼してるからどうぞっていったものを本当に安心して食べる、ね、今はまあ食品のいろんなことが今問題になっております。じゃあこの聖餐っていうのは誰が招いているのか、誰がこう振る舞っているのか、そして私たちはある意味ではそのお客さんになっているわけですよね。一応いるんだけれども、でもなんか大丈夫かしらとか、特にそのどうぞと、どうぞお食べくださいという方がどなたなのかっていうことが非常に重要だということなんでありますね。ですからコリントの手紙では、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのであるっていう言葉があります。で、パウロはこの聖餐というのはイエス様ご自身から受けたことで、そしてそれをあなた方に伝えてるんだ。イエス様ご自身、ここが大事なんですね。キリスト教の長い
この歴史2000年のですね、こう世界に広がっていた長い歴史の中で、やっぱりいろんな伝統習慣っていうのがやっぱりある意味ではこう形成されてきたと思いますね。違うのであります。イエス様ご自身から始まっている、イエス様ご自身が制定された、ここが大事なんですね。ですからその通りキリスト教会はイエス様が制定された通りのことをずっとし続けているし、これからもするということなんでありますね。イエス様ご自身が制定された、プロテスタント教会では2つ、この洗礼と聖餐、これ聖霊典として扱っているわけですね。いわゆる、まあ、今申し上げたようにキリスト教の習慣とか伝統っていうのもはるかに超えていると。伝統とか習慣というのは変えられるわけですね。で、なぜ変えないのか、なぜ大事にしているのか、イエス様から始まっているからなんですね。まあ、直々イエス様がこうしなさい、そして直々イエス様がこの今日の場面でもありますが、この聖餐をまあ振る舞った、そこから始まっているということなんであります。ということは当然私たちはこの招いてくださった、振る舞ってくださったイエス・キリストへの信頼がそこにあるわけですね。信頼してるから、信じてるから、その方が振る舞って、まあどうぞというものをいただく。もうひとえにイエス・キリストご自身に対する信仰から全て来てる。それ以外何もない、本当に何もないということなんでありますね。そしてそのイエス様は今日の場面のように、いわゆる世の中でいう最後の晩餐、十字架につけ、つけられる前の日に弟子たちに、この振る舞われたわけでありますね。そしてこのイエス様が私たちの罪のために十字架で死なれた、そして死にの中から復活なさった、よみがえられた、そしてよみがえられた、生きていらっしゃる、生けるキリストがいらっしゃる、そして今現在目に見えませんけども、生けるキリストが私たちにこの聖餐をこのに招いてくださっている。今もイエス・キリストご自身の招きがある。あの2000年弟子たちを招いてこう聖餐をなさったと同じように、今イエス・キリストは目には見えませんけれども、よみがえって生きておられる、その方が招いてらっしゃるということですね。そしてその方が生きていらっしゃるから、生きていらっしゃる方の親密な交わり、親密な食卓がこの聖餐に表されているということなんですね。まあ、正直言いまして、まあ、厳粛な気持ちで少し神妙な顔をいたしましてですね、聖餐に預かるというのは現実だと思います。でもこのイエス様が私たちを招いてくださって、そしてイエス様とのこの親密なお交わりを表している、あるいは食卓なんですね。食卓というのは皆さんも家庭でまたいろんなところで食卓を囲いますよね。ですからイエス様との食卓であります。生けるキリストとの生きた親密な食卓をこの聖餐は表している。だからですから過去のなんかイエス様からずっと始まっている宗教行事を、非常にキリスト教にとって大事な宗教行事を私たちは守っているというのとちょっと違うわけです。イエス様が死からよみがえらなければ単なる過去の遺物ですよね。過去のなんか宗教行事をありがたがってやってるだけになるわけです。の、違う。イエス・キリストは生きていらっしゃる。生きていらっしゃるそのイエス様が食卓の主人として私たちを今招いていらっしゃる。そして生きていらっしゃるお方だから、そのお方との親密な親しいお交わりができる。食卓っていうのは、私たちは単に食物を食べているだけじゃないですね。
ちょっと言葉は悪いですけども、食物食べてるだけだったら餌ですよね。動物と同じですよね。そうじゃないわけですね。食卓ですから、イエス様がいらっしゃって、そしてイエス様が振る舞ってくださるそのものを私たちはいただくということなのであります。ところが招いたこの弟子はどうだったでしょうかということなんですね。このマタイによる福音書のこの26章の26節から29節が短い言葉ですけども、まさにこの聖餐の制定したイエス様の言葉であり、そしてこのようにイエス様はパンとブドウ酒を振る舞ってくださったのわけですね。でその前後を見ますと、ユダの裏切りが出てくるわけです。前の節25節、イエスを裏切ったユダが答えていった。先生、まさか私ではないでしょう。イエスは言われた。いや、あなただ。一同が食事をしているときと、こう入るわけですよね。でこの場面で言えばユダに対してもということになるわけですね。いやいや、ユダはイエス様を裏切った悪いやつだ。いやいや、31節から言いますとですね、このペテロがイエス様をこう否認していく、3度知らないということをイエス様は予告していくわけですよね。お分かりのように、招かれた弟子たちは裏切っていく弟子、否定していく弟子、そのようなものをイエス様は招いていらっしゃるということなのであります。皆さんも本当に親密な食卓は、自分にとって気心の知れた人、信頼する人、何をしでかすか分かんないような人はやっぱり入れないですよね。食事もつまんないし、自分も嫌な気持ちになるしですよね。やっぱり食卓、ある意味では楽しいというかですね、豊かなものにしたい。いや、こんな人来たらですね、そういうことですね。いや、こんな弟子、それも3年間何やってたんだろうね、3年間ずっとついてきたのに、最後の最後でこんなありさまだっていう話ですよね。その弟子に対してイエス様ご自身が招いてらっしゃった食事をこの提供したということが大事なのであります。そして2番目、この聖餐に表されているのは罪の許しと永遠の命への招きであるということです。ですから単にちっちゃなパンを食べる、そしてなんかおちょこのようなですね、ちょっとしたなんかブドウ酒を飲む、その行為そのもの、そのものそのもの、パン、このパン、どこのメーカーのパンかな、このブドウ酒、ワインなのか何なのかなですね。私は小さい頃この礼拝でですね、聖餐したときにそのことが気になったんですね。あの大人の人たち、神妙な顔して何を飲んで何を食べてるのかな、どんな味するのかな、いやー美味しいな、自分も大人になったら食べられるのかな、いやダメダメ、ね、あそっかですね。そんなことはどうでもいいとは言いませんけども、大事なことではないですよね。じゃあそこに表されていることが何なのかというと、罪の許しと永遠の命に招いてくださったということが表されている。でこれがイエス様の言葉の、27節、またこの杯を取り感謝して彼らに与えて言われた、みなこの杯から飲め、これは罪の許しを得させるようにと多くの人のために流す私の契約の血である。感謝しているのはイエス様であります。弟子たちはこの段階ではあまりピントを着ていない、上の空っていう感じがなきにしもあらずでありますよね。感謝しているのはイエス様なのでありますね。この生産ができる、そして弟子たちに振る舞えるということ、イエス様ご自身が感謝していらっしゃる。そしてそれは何かというと、もう分かりますね、これは罪の許しを得させるようにと多くの人のために流す私の契約の血である。
罪の許しを得させる、罪の許しがあるとあります。杯に表されたブドウ酒というのはこの罪の許しを表しているとちゃんとイエス様はおっしゃっていますね。イエス様はご自身が罪の贖いの犠牲として神の怒りの杯、神の怒りの罰をお受けになった。そしてこの杯の中のこのブドウ酒は血を表しているわけですよね。ですから血と似たような色のワインを使っている、あるいは血を表している。血を流、イエス・キリストが血を流されたという事実でございます。私たちも怪我をしたら血が出ます。事故にあったら血が出ます。病気でも血が出る時があるでしょう。そういう血ではないですね。体の外に出た流された血であります。血管の中に流れている血ではなくて体の外に出た血。じゃあどうして体の外に出たのか。十字架につけられて両手両足釘付けられた、またイエス様の体もですね、鞭で打たれた、で血が流れていったんですね。じゃあなんでそんなむごい残酷なことになったのか。神の子であり罪を犯したことのないお方が、それがこの意味ですよね。罪の罰を受けになった。そしてその罪の罰を受けになったということは体の血が全部流れた。あえて医学的に言うならばイエス様出血多量で死なれたという面もあるわけですよね。血がどんどん流れていった。じゃあなぜその血がね、体からどんどん流れたのか。罪の罰を受けた、そして怪我をしたんじゃなくて死んだということです。ある意味では出血多量で死んだ。なぜ出血多量になったのか、なんで体の中にある血が外に出ていったのか、体が傷つけられ打たれたのか。罪の許しのためであります。イエス・キリストのが罪の贖いとして犠牲になってくださった、その血をあのワインのブドウ酒は表している。そしてこの流された血というのは単に感覚的に感傷的に、ああイエス様本当に本来だったら私なのにイエス様がついてくださって本当にごめんなさい、ありがとうございます、あそうですか、本当だったら私なんだけどイエス様が身代わりとして、そのことを私は信じますという信仰ですよね。でもそのことをある意味では私たちのなんか感覚的感傷的に受け取るんではなくて、イエス様は契約という言葉を使われたんですね。ここが大事なんです。感傷、感覚、気持ちっていうのは変わるんですね。変わるんです。そして私たちは本当に信仰的にもやっぱりもう人間は感情の動物ですから、嬉しいことがあったら嬉しいし、悲しいことがあったら悲しい、当たり前ですよね。私もそうです。だからそういう意味でこうブレていくわけですね。いいことあったら神様神様、悪いことあったら神様いるのかなって、こういうこの程度の本当にたわいのないですねことです。ところが神はこのイエス・キリストの十字架の血によって契約なさった契約なのであります。皆さんもその契約を盾にとって交渉がある意味では交渉ができるわけですね。世の中でも保険でも何でも、賃貸契約でも大事なことっていうのはそうじゃないですか。ちゃんと契約書を取っていれば大丈夫ですよね。この血の契約ですね、これは神様がなさった契約であります。神の方から一方的な契約を結んでくださった憐れみの契約です。私たちの方で神様こういう契約書出しますから私の罪を許し、そして天国に入れてください、神の国に入れてくださいというのは契約は書けないわけですね。神様の方がこのイエス・キリストの身代わりの死によってキリストが神の怒りの罰を受けてくださった、そのゆえに罪を許すというこの血の契約を神の方がなさった、神の方がなさったから人の行為を必要としない契約であります。
私たちが何かその契約プラスオプションいらないんですね。ということは私たちその契約をしっかりと理解して受け止めて信じてないと、なんか他の契約に騙されちゃう、詐欺に遭うわけですよね。詐欺っていうのはこれもいいですけどね、これちょっとプラスしたらいかがですか、こっちもいいですけど、ちょっとこっちがちょっとまたちょっと変わったいいものありますよって、これですよね。イエス様の十字架をバーンと全面否定すれば、誰だって特に信仰を持っているものは寄りつきもしないわけです。何の魅力もない。ところが何かこうちょっとこう加えていく、オプションをつけていく。簡単に言うならば、あなたね、所詮あなたの罪でしょ、自分の罪ぐらい自分で尻拭いしなさいよ、神様は許してくださるっていうのはそれはそうだけども、少しは自分の罪なんだから自分で尻拭いしなさいよ、なんてずうずうしいって言われたらということなんです。厚かましい、ずうずうしい、だってあなたの罪でしょ、神様はそんな全部ね 100% になって、そんな虫がいい、人が良すぎるじゃない、ちょっとはやんなさいよ、何やってんのって言われたらどうします。こういうような異端があるわけです。ああ、それもそうですね。神の永遠の契約であります。人間の方はその今言ったような形で必要としない。ただこの血の契約、イエス様がおっしゃった多くの人のために流す私の血の契約を信じる信仰だということなんです。契約絶対に変わらない。日本人はどうも信仰というとこう感覚干渉ご利益ですね。聖書はそうじゃない、契約なんです。神が契約してくださった。イエス様のこの流された血というのは罪の許しの契約であった。そしてもう一つは、前の方のパンですね、パンの方です。26節にイエスはパンを取り祝福してこれを先弟子たちに与えて言われた。取って食べよ、これは私の体である。裂かれたパンというのは主イエスキリストの肉体、主イエスキリストの命を表しています。イエス様という方はなんかこう幽霊のように、天使のようになんか現れて、そして私たちにありがたい神様のことを話してくれたわけじゃない。神であるお方が肉体を取った、私たちと同じ人としてくださった、人となってくださった、この世に生まれてくださったお方であります。ですからイエス様は人が持つ苦しみ悩み経験してらっしゃる、人として経験してらっしゃる。イエス様に対して、イエス様、あなたは神の子だから私のこのような悩み苦しみはそれは分かんないですよね。だってあなたははるかに高い神たろう方でしょう。私はもう本当に地べたを這いつくばってですね、本当に夫婦言ってる、もう本当に弱い、もうね、もう本当にもう頼りない、もう人間なんですよ、本当にもう桁違いですよねって言う必要ない。いやいや、イエス様の方が逆に私たち以上に苦労なさっている、苦しみをなさっている、罪の恐ろしさ、死の恐ろしさをイエス様が私たちよりも知ってらっしゃる、経験してらっしゃる。私たちの方がどうものんきにね、本当に危機的な大事な ところにいるのに、なんかぼんやりとのんきに生きているのが私たちの方なんですね。イエス様はそうじゃない。それはイエス様が肉体を取って人として来てくださった。そして肉体っていうのは命があるわけですよね。ですからこの裂かれたパンというのはイエス様の肉体、イエス様の命を表している。そしてイエス様は体を持って復活なさった。霊的な復活じゃない。イエス様が私たちの心の中にいてくださるという信仰は決して思い込みではないのであります。何々が心の中にいるっていうのは他の宗教でも、いやいや自分の大切な人、
特に、まあ、亡くなった方が今でも私の心に生きているという言い方はするし、確かにそうだと思います。じゃあイエス様もそのような形で私にとって大事なお方なんですよって言うんだったら、今言ったと同じことなんですね。そうじゃない。イエス・キリストが私のうちに生きておられるっていうのは、イエス・キリストが体を持って復活した、蘇ったというところから来るわけです。こっから来ないと、イエス・キリストは生きているという力強い信仰が起こらないのであります。そうじゃなかったら、単に自分の想像の中で、自分の思いの中で、過去の何かが私の心の中にあって思い出として大切にそれをねしまって、後生大事にこのことを思って思い出として生きてますよっていう生き方になっちゃう。イエス様はそういう方じゃない。イエス様は体を持って復活なさった、そして永遠に生きていらっしゃるお方、そのお方が私と共にいてくださる、霊的に生命的に永遠に共にいてくださる。さっき聖餐っていうのは単なる儀式じゃなくて、キリストとの生けるキリストとのお交わりだと申し上げました。ここなんですね。イエス・キリストが体を持ってよみがえって生きているお方、生きているお方と私たちは生ける交わりを持つことができる。そして食べるという行為をいたします。食べるという行為、そうですね。そこにあるのに黙って見てるんじゃなくて、それを食する。そして食するという時に何かというと、この順番が出てくるわけです。そもそも食べていいんですか、私は関係ないんですか、どっちなんですかという時に、生けるイエス・キリストが、生けるイエス・キリストが招いてくださっている。招いてくださった方がそこにいらっしゃらなければ、大丈夫かな、ね、いいよと言った方が死んじゃった、いない、大丈夫かな、あの時はいいって言ったけど今大丈夫かなとなるわけです。そうではない。今生きているイエス・キリストが今私たちを聖餐に招いて、そしてこの食卓で共に生ける深い交わりをしようとしていらっしゃるということであります。イエス・キリストの裂かれた体、よみがえった体ですね、復活なさった体、生きている体ですから、イエス・キリストには命がある、力がある、死を打ち破る力がイエス・キリストの復活の体にある、イエス様にある。そしてその復活された生けるイエス・キリストの命と力が私たちに与えられる。食べるという行為を通して。ね、だってちっちゃなパンとちょこっとしたブドウ酒飲んで、ね、栄養剤だったら、また何ですか、そういうなんとかデーとかありますよね。元気になるドリンク剤。だったら元気になりますよね。そういうもんじゃないんです。蘇られた、復活された、絶対に死なない、死を打ち破られたイエス・キリストの命と力が食べるということを通して自分の力になるってことですね。自分のものになっているということを表しているわけです。食べるということは自分のものとなっている。ずっと眺めてああってんじゃなくて、食べるということは自分のものとする。じゃあ食べるということはやっぱ信じてるからですよね。信頼してるからです。いや大丈夫かな、これ毒入ってるんじゃないかな、ちょっと腐ってんじゃないかなって食べないじゃないですか。食べるってことは信頼ですよね。特に今の時代、食品問題が非常に厳しくなりましたよね。食べるってことは信頼じゃないですか。何を信頼してるのか、生けるキリストを信じている。そしてその生けるキリストの命と力が自分のうちに与えられていく。ですから私たちは生来の自分自身に固執していく。自分はこうだから、ああだから、自分の人生こうだから、自分の性格こうだから、いや所詮自分ってこうなんだよ、いやみんなもこう言うしね、そういう中で私たちは自分に固執し、がんじがらめになっていく。いや勝手に自分でね、自分の殻に閉じこもっていくんですよね。そして死を恐れる。自分だけが殻に閉じこもって、そして死に向かって生きていく。そして
本、生来の生命力、おぎゃおぎゃおぎゃって生まれて心臓がドキンドキンドキンって動いている命はあるわけですよね。そしてその心臓がドキンドキン動いて、血管が動いて、神経が動いて、こうやってこう動いている、この命に一喜一憂するわけです。いやー、ちょっと血圧が下がった、上がった、大丈夫かな、いやー、確かに大事です。でもそれとは違う命がある。主イエス・キリストによって新しい命、その生ける命が私のうちに与えられていく。そしてそういうことによって自分自身が変わっていく、変化していく、いろんな意味で変わっていく。よく言いますよね、自分の殻を破る。私たちこういうことで自分で自分の殻を破っていくんじゃなくて、キリストの命によって、キリストの生ける力によって自分自身がこう変えられていく、ある意味で破られていく、新しい自分になっていく、そのことを期待する、信じる。私はこれ非常に大事なことだと思っています。それはこのキリストの命が裂かれた体、この命が私のうちに及んでくるということですね。そして3番目、永遠の祝宴、ね、祝宴への招き。これはどこから来るかというと、29節なんです。見ていただきますと、あなた方に言っておく、私の父の国であなた方と共に新しくその飲むその日までは、私は今後決してブドウの実から作ったものを飲むことはしない。ある方がこの教会で、ね、質問なさった方がいるんですね。聖餐式でいつもここ、どういう意味ですか。父の国であなた方と共に新しく飲むその日があるわけです。将来ですね、これ未来、イエス様ともう一度聖餐に預かるその日が来る。ブドウ酒をね、飲むその日、つまり食卓を囲むその日が来ると言ってます。そしてイエス様はこの後十字架、復活、昇天、そして弟子たちの前からはいなくなったわけですね。目に見えなくなった。イエス様は天にいらっしゃる。そして聖霊が注がれ、そしてキリストの教会が作られてきた。そして今から聖餐をいたしますが、イエス様がここに立って聖餐しませんよね。ある意味では知識者である牧師である私が、ある意味ではイエス様がなさったその通りのことを、ある意味ではイエス様の代理としてしているだけなんです。本来であればイエス様がここにいらっしゃってイエス様がなさる。じゃあいつの間にかこうふわっとこの聖餐台が浮いて皆さんの元にこう行くか、そんなことないですよね。そんな神秘的な不思議なことは起こらない。牧師が知識を、それもイエス様がおっしゃった通りのことをこうしていくわけですね。でもイエス様が直々なさる日が来るというのはここなんです。それまでは私はいないよ、ある意味そうですね、当たってますよね。今イエス様ここにいらっしゃらないことたち、そのことを言ってるわけです。だけど直接あなた方ともう一度出会って、そしてもう一度食卓を囲む日が来るよ。でこの食卓というのは霊の世界に、あの世に行ったことではなくて、イエス・キリストが再臨され、私たちも死からよみがえって、そして実際その食卓を囲む日が来るということなのであります。あの世に行って、あの世でイエス様にお出会いして、世の中の人とも言いますね、天国行ったらちょっと酒酌み交わそうかってですね、よく有名人の、ね、なんかで出てきますね。なんかそういうイメージは違うんです。イエス様が再臨なさる、それもイエス様が栄光の体を持って再臨なさる、そして私たちも死からよみがえる、あの世にずっといっぱなしではなくて死からよみがえって、そしてその日直接イエス様と食卓を共にする。そしてこの食卓を共にするという素晴らしい光景が黙示録の19章の、キリストの花嫁として婚姻に招かれた祝宴ですよね。結婚式、祝宴に表されているわけです。そのような祝宴にキリストの花嫁として迎えられて、
そこでまさに盛大な、まあ、結婚式、結婚披露宴が行われる。それがこのイエス様がおっしゃった永遠の祝宴への招きなのであります。そして父なる神と、そしてイエス・キリストとの親しい親密な永遠の関係が始まっていくということなんでありますね。私は思います、やっぱりどんなに楽しい時間も終わってしまったら虚しい。で、生産式もそうです、5分、まあ、10分余りの時間生産しますね。そして毎月繰り返しています。終わるわけですよね。でも繰り返しています。でも永遠に終わらない祝宴があるということなんですね。ああもう終わり、もう店じまい、さあ帰って帰って、もう終わったから帰って。私は人生の虚しさはそうだと思います。終わったから帰ってと言われる、もう帰らなくていい、終わらなくていい、出ていかなくていい、この祝宴に、この食卓に、神とキリストがいらっしゃる食卓に永遠にそこに一緒にいることができる、そのことを聖餐は表している。その未来の、その永遠の祝宴に招かれているということを、この今私たちが行う聖餐は表しているということなんです。ですから聖餐というのはイエス様から始まり、今目に見えない生けるイエス・キリストとの交わりの中で聖餐がもたれ、そして未来、この祝された素晴らしいキリストの、キリストとの婚宴ですよね、花嫁として迎えられる、その祝宴に、その、まあ、食卓、その振る舞いに私たちが招かれている。もうどこにも行く必要はない、帰る必要はない、終わったから帰って帰ってと言われないのであります。そこが私たちのゴールなんです。これがないから人生寂しいんです、虚しいんです。そしてどんなに楽しいことがあっても、一人寂しく背を向けて、あ、終わっちゃった、帰ろうって言って、じゃあどこに帰るのって、帰るとこないんですよね。この虚しさ、寂しさなんです。一人ぼっち、永遠のこの祝宴に招かれているということなんですね。そして全部イエス様の方でしてくださった、そしてそのことの応答が私たちの信仰告白と洗礼なんですね。そのことを表して、ありがとうございます、そんな生産に、加えてくださって感謝です、っていうそのことが表されているのが信仰告白と洗礼ということになるわけです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、イエス様がおっしゃったこの聖餐の聖典のお言葉を今日改めて確認することができてありがとうございます。イエス様ご自身が招いてくださっている、そしてこの罪の許しと永遠の命への招きである、そして将来未来の本当にこの永遠の祝宴への招きである、それが聖餐に表されているということをイエス様の言葉から確認することができて感謝いたします。今から聖餐式を執り行いますが、私たちがどうかイエス様がおっしゃった言葉通り、また理解して信じて聖餐に預からせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、聖餐式を執り行います。